海上自衛隊最大級の護衛艦出雲と加賀の F-35B 戦闘機艦載改造計画が着々と進む中、世界では無人機へのシフトが急加速し、なんとアメリカが第6世代戦闘機開発を中止するとの発表も。今回は護衛艦出雲と加賀の改修工事完了で、イージス艦も打撃群として編成を詳しく見ていきます。日本は海洋国なので護衛艦や潜水艦は必須、あとは無人機の開発と導入でしょうね。サイバーだけでなくドローンパイロットも育成しないと。2023年現在、世界で6番目を数える排他的経済水域と領海の面積を抱える海洋国である日本は、やはりその防衛戦力の要として海上自衛隊を位置づけており、時の防衛方針にのっとった装備体系の整備を継続している。大規模な海上自衛隊の装備品に目をやれば、2022年末に閣議決定が行われた中期防衛力整備計画審査め、今時より防衛力整備計画とされたその中で、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機の整備が謳われている。日本の自衛隊は、日本国憲法との絡みや、政治的な位置づけのために、大型の水上戦闘艦を、護衛艦と一律に呼称しているが、世界的に見れば、コルベット、フリゲート、駆逐艦、航空母艦等の区分が一般的である。海上自衛隊の護衛艦において、その世界的な基準に照らせば、も、が、身型は、フリゲート、艦式号、FFM、マヤ型等のイージス護衛艦は、駆逐艦、艦式号、DDG、そして出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、ヘリ空母、艦式号、DDH に該当する。出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、現時点でも、海上自衛隊が保有する、最大規模の艦艇であるが、回転翼機を、最大で、5機まで同時に初着陸させることが可能な全通式の飛行甲板を備えており、出雲、と、加賀、の2隻が就役している。この出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、1番艦の出雲が2015年3月、2番艦の加賀が2017年3月に就役を果たしたが、当時は、その全通式の広い飛行甲板を装備する外観と形状から、一部からは大きな反発の声が上げられてきた。その根拠とも言えるのが、日本国憲法が禁じている内容に、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦が抵触すると、言う主張であり、従来から禁止令として挙げられてきた航空母艦に、同艦は該当しているとする非難であった。確かに、1950年代の日本政府は、自衛隊が保有することを禁じられると、解釈される兵器の具体例として、大陸間弾道弾、戦略爆撃機、航空母艦を挙げてきたことは事実だが、航空母艦には、さらにその前にある形容詞が添えられている。キレこそが、日本の自衛隊が保有を禁じていると当時も説明されたのは、攻撃的な航空母艦という言い方であり、あくまでも、将来的に、海上自衛隊が航空母艦的な艦艇を保有しても、攻撃的でない限り、その解釈と矛盾しないとする反論だった。就役時の出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、その艦載機としていたのは、対潜哨戒用の回転翼機がメインであり、これらが果たす役割とは、攻撃的な航空母艦のそれとは違うというのが、日本政府のスタンスだった。しかし、こうした日本国内の解釈の問題を別とするならば、世界的に著名なイギリスのジェーン年鑑等の分類でも出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦はヘリ、空母というカテゴリーに数えられており、
国際的な基準に照らした際の扱いは、確かに空母の一種であるだろう。そもそも航空母艦に対して、それが攻撃的であるか否かを区別することに、本来的な意味などなく、太平洋戦争の敗戦によって、軍隊の保有は行わないという政治的なスタンスを日本が続けていることの齟齬は隠すべくもない。ただし、こうした傾向は太平洋戦争の敗戦から徐々に緩和されてきていることも事実であり、かつては陸上自衛隊では戦車という単語すら使用が自粛されており、特車という珍妙な単語が用いられいた時代もあった。さて、そんな扱いを経てきた出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦であるが、一番艦たる出雲が就役した翌年の2016年末から、固定翼機を運用することを想定した改修工事の実施の検討が、具体的に進められることとなった。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻は、いずれも、ジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場にて、建造が行われた艦艇だが、同社は、2017年度をかけて、無人航空機を含む固定翼機の運用研究を、委託業務の形で取り組んだ。ここで対象とされた固定翼機とは、アメリカのロッキード・マーチン社が開発した F-35 ライトニング 2B 型のことであり、同機は2007年7月に初飛行の後、2015年7月にはアメリカ軍における初期作戦能力の獲得がなされている。短距離離陸、垂直着陸が可能なこの F-35 ライトニング 2B 型については、すでに2013年中頃から、日本でも導入を検討しているとの報道が行われたが、その時点で日本政府はこうした動きを否定しており、世論の動向と今後の手順を模索していたものと思われる。やがて前述した2017年度をかけてのジャパンマリンユナイテッド社が実施した無人航空機を含む固定翼機の運用研究の委託を経て、2018年末の防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画の閣議決定によって、その方針は固められた。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、最大幅が 38.0 メートル、深さが 23.5 メートル、喫水が 7.3 メートルの艦体を持ち、海上自衛隊の艦艇中で最大の規模を誇る。よく、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の大きさを表す表現として、旧大日本帝国海軍の正規空母であった飛龍よりも大型であるとの形容がなされるが、太平洋戦争時の艦艇と比較しても、あまり意味はないように思える。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、機関部には、ガスタービン機関を4機据えた、5ガグ方式を採用しており、これによって、最大出力11万2000馬力を発生させ、最大速力も30ノット以上を確保、最大14機の回転翼機を艦内に収容して運用することが可能である。この大きさゆえに、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、乗組員の定数も、およそ470名と海上自衛隊の艦艇の中で最大規模であるが、艦載機の運用に特化した仕様であるため、兵装は 20mm バルカン砲システムのシースを、2機とシーラ、ムッポ、2機の近接の固艦防空のみに限定されている。これとは、異なる運用思想のもとに建造されたのが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の原型となった、初の DDH タルヒューガ型であり、全長、全幅、排水量のいずれも小規模ながら、ある程度、
単管での行動も意識した並走が施されている。ヒューガ、型は、基準排水量が 13,950 トン、満載排水量が 19,000 トン、全長が 197.0 メートル、最大幅が 33.0 メートル、深さが 22.0 メートル、喫水が 7.0 メートルの艦隊であり、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦よりも、2から3割は小さい。にもかかわらずヒューガ、型には、並走として、出雲、型と同様の 20mm バルカン砲システムのシウスを2機搭載する以外にも、マーク 41VLS、垂直発射艦、16セルや、3連装の 324mm 単魚雷発射艦を2機装備しており、比較的強力な仕様となっている。裏を返せばヒューガ、型護衛艦と異なり、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、必ず次艦を護衛する他の艦艇との組み合わせでの運用が前提とされており、やはりベストなのは、イージス護衛艦との艦隊行動となるだろう。海上自衛隊は、2023年8月の現時点で、合計で、8隻のイージス護衛艦を保有、運用中ではあるが、これらは、訓練、メンテナンス、実戦配備のローテーションを考慮すれば、同時の稼働数は2から3隻というのが実情である。さらに、稼働中のイージス護衛艦は、北朝鮮島からの弾道弾の攻撃を迎撃するミサイル防衛任務のため、現状では、少なくとも、2隻が、日本の周辺海域に待機せざるを得ず、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦と艦隊行動を共にする余裕は、ほとんどない。2023年度のからの防衛予算の増加に合わせて、イージス護衛艦も、8隻から10隻への造成が盛り込まれたが、ミサイル防衛を担うイージスシステム搭載艦2隻が、収益を果たすまでは、こうした状況を抜本的に改善することは困難だろう。